お疲れちゃんです、ラットです。今日ですね、こちらゴルナイコカツやっていきたいと思います。で、この方ですね、すごい珍しいんですけど、ユーノとゴルナイがね、両方入ってるんですよ。なんかゴールドナイトってユーノとか、なんかね、バルキリーとかナイトとか、もう陸の代わりとしてよく入るんですけど、両方入れちゃったよねっていう、まあすごい突進デッキですね。はい、突進カード2枚あって、あとスケブとかもね、あってすごい枯渇とかもね、豊富な枯渇になってます。というわけで、超突進デッキなので、ね、まあ突進したよって方はね、ぜひ使ってみてください。やっていきます。さあ、というわけで、ゴルナイがね、チャンピオン界で一番優秀っていうね、事件ですよね。まさかの、しょっぱな君が一番ダメじゃんっていうね、感じだったんですけど、まさかのね、評価爆上がりというか、まあ、他のカードのね、評価が下がったりとか、まあ、そんなこともあり、ゴルナイおじさんが結局ね、安定でした。さあ、相手もゴルナイで、ゴルナイに対してゴルナイね、高め、ユニット高めに出しておかないと突進されちゃうんですよ。マジ、ゴルナイの対処法は、何かのユニットとかではなくて、ユニットの出す位置とかですかね、基本的には。さあ、あれでインフェ、改め吹き矢で一方的にね、焦がせるはず。さあ、叩いてもらって。で、ウッド使ってくれたので、今はね、他のカードがね、生きていくよって感じかな。さあ、あれ走らしたいですね。走って、マジ、突進。今回の、このデッキはマジね、一生突進させます。はい。で、これバレル回ってないですね。で、これ、相手の、いやー、もしかしたら逆サイドに来るかもしれないんですけど、たまたまこれ、バレルと被ればね、被ればというか、来た瞬間に突進使えば、一応完封できたはずなので、まあ、ゴルナイがすでに出てたらですね、画面に出てて、あとスキルを使うだけだったら、多分完封できた気がした。はい、なのでちょっとそれもね、狙いながら、で、相手のユニットの位置が低かったら、走らせてねっていう、さあ、まあ高いですね。やっぱユニットの出す位置。ゴルナイ対策には、ゴルナイの位置は高めに。で、吹き矢とかも近くに出しちゃうと、突進でね、やられちゃうので。さあ、まあ低めとかに出しながら。いやー、僕、プリンにね、ウッド打つタイプの人間なんですよね。なんか、分かれるじゃないですか。プリンにウッド打たずに、まあバレルにね、ウッド打ったりとか、他のところにね、ウッド使う人もいれば、僕はね、プリンに 100% ぐらいの確率でウッド打つタイプの人なんですよ。そうなので、ちょっとね、ゴブバレの気がしんどいです。俺が悪いんですけど。さあ、でもここにはスケルトン部隊があるんだね。さあ、ワンチャン走らすか。いや、これ走らしてよかったな。なんか、ゴルナイのスキルね、全然使わないと意外ともったいないんで、1コスにしてはね、突進だけでほんと300ぐらいのダメージあって、稼げるんで、ゴリゴリにやっていこう。あー、これ相手うまいね。いや、走らんのんかい。なんやね。さあ、ゴルナイ行って、あと、バレルちょっと奥とかに飛ばしながらね。さあ、突進。これさ、インフェ、突進したらスキルリセットされるんで、それが逆にいいみたいなのがあるよね。いやー、でも、相手のバルギリもね、優秀ですよと。さあ、あー、やめてくれ。いや、吹けよ。よくやった。耐えてほしい。耐えて！逃げれないかー。いやー、まあ、今んとこは、なかなかダメージが通りませんが、相手は、普通のインフェ枯渇の、まあ、ナイトとか、バルギリーとかがおじいちゃんになったって感じかな。さあ、これ、ちょっと完封したいと思います。飛んでいきます。あー、ロケか、やばい。それやばい。それマジでやばい。結構やばくて。やばい、マジでやばい。いやー、やめてほしいって言ってるじゃん！ねえ、俺怒ったよ。走るよ、これ。走って、あー、無駄走り。やばい！ちょっと待って、普通に負けるって。あれ？怖い。さあ。いや、おっつけ。あえてなんかさ、陸多くね？なんか、アイスピレーなかったのか、ゴルナイとさ、なんか、バルキリーなかった。いるよね。なんか、陸めっちゃ豊富な枯渇なんだけど。さあ、陸がね、多いのは、僕からしたらちょっと嫌ですが、もう陸デッキだね。こんだけ、まあ、枯渇兼、またゴルナイとかいうのをぶっ刺そうっていうデッキなので、さあ、まあ、そこにロケット打ってくれるのは、まあ、全然よくて、しかも残るんでね。さあ真ん中、いやマジ俺陸多すぎるやんけ。さあちょっと攻めていってね、攻めてお願い。ウッド使うタイミングで走って、いやこれ来た、ゴルナイ来た、君の出番、タワーまで行け。なんでやねん、なんでタワーまで行かないの。さあこれやばい、タイブレイク普通に削りで負けてるんで、もうバレルの回転ね、ギア上げていきます今から。さ、いやーそれやばいんだな、やばいって。
マジで負けそう。さあバレル回すんだけど、相手もそこそこにやっぱ回転早いので、さあ走らせて、いやあるよ、流れがいいよ。5打っとこう、暇だったんだね。さあバレル回る、さあさあさあ回転でね、回転でこう、回転で押せる、回転で押せる、回転で押せる、押してないきゃ負けるんだよこれ。俺待ってくれよ。さあでからのこれ、俺は入る、よいしょ、いや入る、いやほんとに入った、勝っちゃった、ナイス。勝っちゃったとか言っちゃってるんですけど、まあこの枯渇はね施設がないので、まあそこはちょっとまた珍しい形かもしれないんですけど、もうスケブとかね、ユーノとかゴールナイで頑張ってとかします。で相手がラブとかだったらもうゴリゴリ攻めてね、はい、もう2-1プランとかでね、はい、やっていきましょう。ゴールナイなんかね、させれるとめっちゃ強いんだけど、なんかもうみんな結構警戒してますよね。ユニットの打席全体的に高いし、全然走らんやけっていうね。まあちょっと突進2枚あるので、まあさっきの間ほんと偶然ね、陸橋多すぎだっていうのもあると思うので、さあ今回あえてウッザですね、ウッドザップ、うわー走らせたい。ちょっと待って、やばい、あのゴルナイ使ってるとマジでね、走らすことしか考えれなくなっちゃうんでね、あんまり端前から雑に割いちゃうとね、変にカウンター食らったりもするので、まあ落ち着いてそのんびり行きましょう。でライドラのウッドザップってなると、なんだろうな、予想できねえな。さあラバーっぽいっすね、まあラバー出てるんですけどね。さあゴリゴリ行きましょう。でウッドザップで、ウッドが回ってないので、さあ攻めてあげてね。いやこれユーノ一応走れるぞ。でこのデッキね、みんな気づいたかもしれないんだけど、見てこれ、体育がねえ体育がねえから、まあ、ラバーディガーだったらいいんだけど、ラバルだったらもう無理なので攻めます。いやここでも悪くないですね、ウッドでちょっと回しながらのギアのね LSP ぐらいで、そうちょっと許してね、見逃してもらって、なんなら吹き逆も向くよね君。いや君逆も向くんだよね。いやそう優秀なんだよね。さあでこれ吹きは残ってるんだよね、ちょっと相手からしたら嫌じゃない。さあでまあ突進スキルは一旦我慢で、これ陸サイター縦線も回ってないので、 U の追加すると何が出てくる。で、あとは一応2倍タイムのことも考えて、キング起動しちゃいます。守れないんですけど、守れたらラッキーだよなっていう思い。うん。さあ、まあ、あと1200を一旦本気通りに行っといた方がいいかもしれないね、俺は。で、まあ、縦線とかだと思うんで、あとゴリゴリ行ってね。ゴリゴリ行って、あとスキルも使いたいね。ウッド回ってないはずでしょ？走る。いや、ゴールナイなんか走るんだけどさ、あんまだな。いや、いいよ。いいよいいよ。あ、これは走る。いや、待って、言うの、バカ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 。お前、何やってんだ、許さんぞ、マジ。うわ、やばい。俺に言うの、さすがに無能だった。まあ、でも、相手の対空が意外と少ねえとか思ってたら、なんか出てきちゃった。さあ、いや、でも、突進ダメ入るの熱いね。さあ、突進ダメ入って、まあ、なんとかね、落としてくれるよと。まあ、こうやってくれれば、意外と頑張れる。しかも、ウッドザップっていう、これ、やばくない？なんでラバルでウッドザップなんだ、両方入ってる。やばいの。ちょっとやばいんです。本当にやばい。やばいんで、もう攻めますよね。攻めて、相手にね、防衛させます。防衛させると、よし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 。じゃあ、復帰矢がね、復帰矢が一周生きてるのもある。あと真ん中言うのとかでね、ちょっとこう、いやー、もうバレてますね。もうバレバレです。すんごいバレバレなんだけど。いや、でもこれ、逆にいいんじゃね？さあ、突進ね。走れるぞ。いや、いい。もう一回走ろう。もう一回走ろう。そんな、走れない君。走れないか。さあ、これも真ん中いるのとかでね。あの、ライターいるんだけど、これ絶対コストつかないといけないんで。よしよし、ファイブ、うわー、キャンニャイ、ナイス。さあ、というわけで、でも、吹き上げ、かつ、あとは守れないので、もうスケルトン部隊とかもね、端前に出していくことによって、いいですね。相手にも防衛コスト使わせて、吹き上げでなんとかっていう。さあ、ナイス。最後の最後のね、削りたいとかだったら、ほんとね、バレル飛ばして、相手がね、ユニットで守ってきた時に、まあ、上手い人ほど、やっぱゴブリンバレルにね、スペルを使わずに守ってくるんですよ。だからこそ、そこでね、端前ゴールナイ、突進させて、自死って感じかな。さあ、
コカッちゃん対決。いや、これ言うのですね。で、今、ラムなんで、ちょっとね、一旦ステイで、ラムバレルってね、見たことないっすね。さあ、スケブ OP。で、ウィザくんですね。でも、ギャングとかいるので、ゴルナイがね、すごい活躍しそうな流れはしてる。さあ、ゴルナイから行って、いや、これスキル使うか、ワンチャン。いらなかったね。ゴルナイのスキルの使い方がね、絶妙に下手なのよ、俺ね、俺。さあ、吹き矢。あれ、ゴリムレルいたよね。俺、見間違いじゃないよね。で、これ、スケルトン部隊あれば多分守れるんで、僕、回します。さあ、スケベがね、最強です。いやー、まあでも、コローンって打っときちゃうと嫌なんですけど、あれ？これちょっとあれだな。俺の思ってた感じじゃなかったな。おお！危ない。ザップ！さあ、読みザップ飛んでくる。でも逆に今のところザップしかないっていうね、考えもできる。さあ、ザップ使って、お、これ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 走って。タワーまでいけるかな？届く？届かない。これ届いたら熱いんだけどね。いや、でも。さあ。髪を振ってね。しっかり髪振って。さあ、バレル飛ばしていくと。あいつザップだけなんでね。まあ、スケブにザップ打たれるものの、ゴブリンバレルがね、きついよねっていう話。で、このタイミングはね、あんまり軽いコースのユニットがないんじゃないのか。さあ、ザップ使ったらでかいね。ザップ使ったら、次のね、スキャミは僕最強なので。さあ、U に行って、端前からね。なんかこのデッキはね、めっちゃ後ろからこう、組んでってよりかは、まあ、ゴリゴリでね、攻めまくるっていう感じが正しいと思うね。さあ、これ多分、いらない気がする。ゴルナイの最後の、ピュイで、ピュイ、はい。さあ、これね、もう怖いです。怖いです。非常に怖いです。いや、走らせて、突進ダメ狙ってもよかったかもね。正直。そんな気がする。で、これちょっとね、ウィザード嫌なので、一回飛ばして、この間に早めに処理して、さあ、ザップ来るかもね。まあ、ザップ来るかもだけど、オッケーオッケーオッケー。いやー、強いね。単純にこの枯渇っていう仕組みが強い。走らせて、もうね。いや、このプレッシャーがやばいね。走ってくるこのゴルナイよ。さあ、ウッド当たんないものの、まあ、ゴルナイのスキルも、でも2回目なら間に合いそうで間に合わねえな。さあ、U に。で、バレルはもう飛ばし得なんでね。本当に飛ばし得です。はい。飛ばして、あ、トルネがあったっすね。トルネファイザップなんですね。さあ、まあ、ゴルナイ走らせて、スキルプラスのファイボとかでウィザードを処理できるっていうのもありますね。その、後ろのユニットやっぱ貫通するから、これね、これで貫通させてからの、よいしょ。で、まあ、ウッドもあるんでね。さあ、LSP で一回止めて、遅めのウッドで相手がね、まあ、ザップ打ちたいと思うんで、スケブなんなら出さない。さあ、からのもう一回言うの。ユーノ足しまーす。おい、ユーノです。世界一無駄なユーノになっちゃう。さあ、あとちょっとはね、なかなか削れないんですけど、まあ僕はこう、相手のね、ダメージ受けなければまあ負けないので、さあ、これも突進使ってね、そうするとゴルナが生きる。生きるはずだが、受けちゃってるね、ダメージ。さあ、ラムが飛んできます。LSP がいいね。LSP がいい。さあ、そしてゴルナイと。いやー、そろそろ俺もダメージ稼ぎたいんだよね。走れー。いや、これ、出た。なんかね、ラストほんのちょっとね、めっちゃ遠くから走るんですよね。こいつ。そう。間に合わないですから。さあ、ナイスー、ゴルナイ。なんかね、こう、ゴルナイとか言うのって、やっぱ走ってくるから、ウッドとか使いたくなるもんなんですよね。そう、だから意外とここでね、ウッド枯渇みたいなのにもなりますよね。だから、プリンスとかいても面白そうですけどね。ね。さあ、LSP で守っていこう。だからゴルナイとか持ってない人だったら、これもうプリンスとかでいいんじゃないっていう話だよね。スケバレと墓石なので、まあ、確定演出ですよね、これ。スケルトンキングがいるよってことでいいですよね、これ。ね、これでスケルトンキングいないはないよね。さあ、あれですね、これ、グラチュラ12勝とかされてたっすね、多分。もう骨デッキです。骨だけなんですけど、平均コストがね、3.8 のパターンと 3.5 か 3.3 ぐらいなんかね、2パターンぐらいあったんですけど、あれ、ロケオがいる。ロケオがいると違うな、また話が。さあ、ちょっと、耐えましょう。頑張って耐えましょう。ウッドいるかな？ウッド、一応打っとくか。いや、結構、スケがね、湧いてきますね。
さあですけど舞台で、あのバレルもいたもんな。あ、じゃあ骨デッキ感あるんだけど、骨骨デッキではないっていうね。普通な枯渇か、スケキン入れてスケキン活用の墓石あった。おお頑張るねスケブの枯渇か。まあ、バレバレですね。で、まあ、吹き矢でスケバレ落とすか。吹き矢でスケバレ落として、意外とこの墓石が嫌なんだよね。さ、スケキンのね、スタンプをしてくれてる方がいる、さ、ユーニ。さ、まあ、スケキンはね、別にウッドがあるし、まあ、最後ファイブもあるんだけど、後ろのロケット押しとかがね、結構嫌になってくる。いや、これね、そう、マジで俺 LSP で受けるしかないからさ。これでも突進でやれるな、もしかして。いや、そういうことだよね。いや、いいね。いや、この、湧いた位置が強すぎる。さあ、いける。なんだこれ、もう一回突進してもらって、ウッドサイトだね、あなた。いやー、いっぱいな。いや、いっぱいいるけど、いっぱいいるけど、めっちゃ走るやっけ。よく走った、逆に。え？ダッシュダッシュだって今。ダッシュからの、言うのダッシュ。いや、これ使いたくないね。付近残んねえかな。で、6番あっち行かねえかな。今あっち行くよね。いや、知ってる。天才、俺知ってた知ってた。で、あれ、金起動させてもらって、ぴょっ。ぴょぴょぴょ。いや、これ、めっちゃ相手すけ。金のね、スキル貯めてんな。これすげえの来るぞ。さあ、で、ここは、一回使わなくてもよさそう。ウッドね、温存できるとき温存してあげて、まあ、さすがにこれは全部ね、まとめていけるんで、ウッド打って、さあ、ウッドでね、スケキンのスキル、これ、美味しくいけるのはね、さあ、でかいですが、相手のデッキなんかね、嫌でしたね。ね、ちょっと怖かったもん。多くね、スキルとも多くねってなっちゃったんですけど、まあまあまあ、対応できますね。さあ、ナイス。はい、というわけで、今日はね、ダブル突進の、まあ、枯渇デッキ使ったんですけど、まあ、この突進がね、単純におもろいと思うので、はい、ぜひね、ユーの好きな方とかね、はい、ゴルナイ持ってる方とか、ぜひね、使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんです。またね。